三木町は広島県尾道市に存在する町である。2005年3月28日に三木郡向島町と共に尾道市に編入され、三木郡は消滅。現在は尾道市三木町として存在する。木の小村の残部は1954年3月31日に尾道市に編入。以下は合併前の物の記載。 重要文化財広島県指定重要文化財、三木町指定重要文化財計21件、広島県指定重要無形民族文化財、広島県指定天然記念物、三木町指定天然記念物計7件渋川市の本拠地として栄えた。渋川市は、その後、被前その他の九州の国々の守護にも任命され、さらには、九州単大職にも任命されるなど、大繁栄する。 江戸時代、岩見銀山の銀を尾道まで運ぶ道幅7尺の銀山街道が通っていた。毎年、いろいろなイベントが開催されている。その中でも、三木町、夏祭り、盆踊り大会、魚のつかみ取り大会など行われる。かつては、尾道鉄道が中心部の四地区まで通じていたが、1957年2月1日に、石谷勢北が廃止され、 それ以来鉄道は一切通らなくなった。現在、三木町から鉄道を利用するためには以下に挙げる駅まで中国バスで出る必要がある。山陽自動車道が町域の南端を全区間大渡にトンネル通過している。三木町は合併する前、福祉の町宣言をした。それは多様化する住民の要望に応え、健康と福祉の町づくりを積極的に推進し、合わせて 住民ぐるみの福祉バンク事業を展開し、住民が老後健康で心豊かに安心して、暮らせる町、文化の香り高い、豊かな町を作るためである。また、三木町はスポーツが盛んであり、毎年、駅伝大会、三木、生き生きマラソン大会も行われている。町内の各小学校、中学校、高等学校では、ソフトボールを盛んにしている。 ありがとうございます。